はい、今日は8月の19日、今は2時30分です。雨がめちゃくちゃ強いんですけど、これから少しドライブでもしようと思います。カメラの位置が今日変わってるんですけど、ヘッドレストにつけるマウントっていうのかな、マウントを買ったので、ちょっと別の視点で今日は映像を撮ってみます。それにしても雨が強いですけど、気温も今もう30度どころじゃなくて25度もないぐらい、22、3度だと思うぐらい、ちょっと肌寒いです、半袖だと。春日井市の総合体育館前の交差点にいます。まあ雨だからか結構流れが悪いですね。ここ市民病院の方に上がって、どうしようかな、とりあえず左へ曲がります。雨めちゃくちゃ強いですね。はい、春日井市民病院の南側の二又木交差点かな。これをどうしようかな。とりあえずまた左折をしますね。あ、クロワッサン屋、パン屋ができてますね。ちょっとこのご時世、飲食店の出入りが激しいというか、いつの間にか潰れていたり新しくできたりするところはちょっと多いですね。といっても結構いつも行ってるところにしかほとんど行かないんですけど、新規開拓すると結構疲れるんで、あと外れあるとだいぶ悲しい気持ちになるんで、新しいとこができたら新しいとこができたなーで終わってしまいますね。はい、西山町の交差点を元北へ行きます。あ、この辺りから結構坂になってるんですね。月はすごいな、カッパ着てても結構びしゃびしゃだろうね。あれはは、い、桃山町3交差点もっと北へ行きます。
の下町の空っていう餃子屋さんって、あの楠木の41号線にあるとこと同じとこですね。あれなんかあそこ潰れちゃってますけど、全然知らなかった。あー、だいぶ登ってますね。全然登らないです、車が。こんなとこによく見たら専門学校があるんだ。すごい通学しづらいと思うんだけど、こんなとこ。はい、小牧市のこの辺は灯火台ですね。8月19日なので学生がいたりすることはないんで、結構歩いてる人が全くいないですね。と言ってたらいた。左が灯火台のアピタじゃないわ、今はドン・キホーテですね。そこをさらに今北東へ行ってるのかな。まあ、いつも通り四季の森からイルカ池の方へ抜けて、だいたい明治村の方にいつも抜けるんだけど、明治村の方には行かずにリトルワールドの方に今日は行こうと思いますね。ちょっと明治村のところ細い山道が続くので、まあ倒木とかあったら通れないんで、それを回避するためにちょっとそこまで狭い道は今日は通らないようにしますね。では高ヶ池の交差点を右折。高ヶ池っていう池がこれ正面にあったんですね。ですぐに左へ曲がります。
ここ正面に神社があったんね。全然知らなかった。八幡なのか八幡なのか八幡なのか読み方わからないですけど、あ、信号に書いてある。ここはここは八幡ですね。ここは八幡なんだ。でちょっとトイレ行きたいので、ここ右へ行って四季の森に入っていきます。四季の森、いつもサラリーマンの人が駐車場にいっぱいいるんだけれど、これだけ雨降ってたらいないかもしれないですね。いないですね、今日は。プロボックスがそれがやっぱ止まってるけど、10台ぐらいですね。まあ、公園自体に行く人もいないだろうから、とりあえずちょっと公園に行って